クロニツラはディスクまたはパーティションの複製並びにイメージ作成用のデビアンまたはウブンツを元に作られたリナックスディストリビューション。例えばバックアップや同じシステムデータを複数のマシンに展開することに使用可能である。クロニツラはスティーブン・シアウによってデザインされ台湾の NCHC フリーソフトウェアラブスによって開発が行われている。 クロニツラサーバーエディションは、ネットワーク経由での複数のコンピュータへのイメージ配信をサポートしている。クロニツラライブは、クロンズラのライブ CD 版である。イメージデータの保存先として、内蔵ハードディスクドライブや、ソリッドステートドライブ、外付けハードディスクドライブなどのストレージ、SH s サーバー、サンバサーバー、NFS ファイル共有、Web タブが使用可能である。 クロニツラライブは USB フラッシュドライブや CD ロ m DVD ロ m のような光学ドライブ、PUX などから起動可能である。ライブ CD 環境で起動するため、使用するにあたっては、コンピューターの BIOS、または UIFI ファームウェアの起動設定の変更が必要な場合もあるが、コンピューター自体へのインストールは必要ない。クロニツラサーバーエディションは、 DRPL サーバー機能を内蔵しており、クライアントサーバーモデルで動作する。サーバー上でクローニツラを起動し、クライアントマシンはプックスでネットワーク経由で起動させる。複数のコンピューターを同時に、ネットワーク経由でクローニングすることも可能である。ありがとうございます。